ヘルゴラント海戦は第二次シュレースビヒホールシュタイン戦争中の1864年5月9日にヘルゴラント島港沖で発生したデンマークとオーストリアプロイセンの海戦である。デンマーク軍はオーストリアのビルヘルムフォン・テゲトフの機関を炎上させ、テゲトフはヘルゴラント島周辺の中立海域へ退却した。この海戦は木星の艦艇による海戦としては大規模な。 ものとしては最後のものであり、またデンマークが関わった海戦としても最後のものであった。海戦はデンマークの戦術的勝利で終わったが、戦争の奇数には何の影響を与えなかった。結局、デンマークはこの戦争に敗れている。1864年2月1日の戦争勃発に続き2月26日にはデンマークは、 シュレースビヒホルシュタインのすべての港の封鎖を宣言した。そして3月8日にはプロイセンのすべての港も対象とした。最初封鎖はスクリューフリゲートニルスユールによって行われていたがすぐにスクリューコルベットのタグマルも加わった。プロイセン海軍は非常に小規模であったためプロイセンはオーストリアに支援を求めた。そして 3月初めに2隻のスクリューフリゲート、シュバルゼンベルク、ラデツキーと、砲艦、ゼーフントガテゲトフの指揮の下で、地中海を離れた。この脅威に対し、デンマークは、エドワルド・スエンソンの指揮下に、北海戦隊を作った。これは、ニルスユール、ダグマル、スクリュー・コルベット、ヘイムダルからなっていた。北海戦隊に対する命令は、北海での商船の保護とドイツ船の捕獲。 そして敵艦との交戦であった。ダグマルはすぐにスクリューフリゲート、ユランと交代した。オーストリア艦隊は、ゼーフントが損傷し、イギリスの港へ修理に向かったが、5月初めに、テッセル島沖に到着した。そこで、プロイセンの小型の外輪船、プロイシッシャーアドラーと、砲艦、バジリスク、ブリッツが加わった。南に向かっていたデンマーク艦隊は10時頃、イギリスのフリーゲート、 オーロラオーロラを発見し、続いて南西に5隻以上の船を発見した。両軍の艦隊は接近し、13時15分にシュバルゼンベルクが砲火を開いた。デンマーク艦隊は接近して反撃し、両艦隊の距離は非常に接近した。テゲトフは西に進路を変え T 字を描こうとし、デンマーク艦隊は左に舵を取った。プロイセンの砲艦は落語し、両艦隊は 1> 約一海里の距離ですれ違って激しい砲火を交わした。テゲトフは、砲艦が引き離されるのを防ぐため向きを変え、両艦隊は平行になって交戦しつつ南西に向かった。ニルスユールは、シュバルゼンベルクと交戦し、ユランとヘイムダルは攻撃をラデツキーに集中した。プロイセンの砲艦は離れすぎていて、戦闘には寄与しなかった。15時30分頃 シュバルゼンベルクで火災が発生し、戦闘継続が不可能になった。テゲトフは戦闘をやめてヘルゴランド島周辺の中立海域に入った。オーロラはこの戦闘を監視していて、ヘルゴランド島海域のイギリスの中立を守るための行動を取った。そのため、スエンソンは16時30分頃に追跡を断念した。記念館ユラン・スエンソンは、 イギリスの領海の外で監視していたが、オーストリアプロイセン艦隊は夜のうちにエルベ川川口のクックスハーフェンへ脱出した。5月12日の急戦発行によりスエンソンはコペンハーゲンへの帰還を命じられ、封鎖は終了した。デンマークもオーストリアもこの回戦は勝利したとみなした。デンマーク艦隊は熱狂的にコペンハーゲンへ迎え入れられた。一方、 オーストリアのテゲトフはこの海戦の功績で少々へ昇進したフリゲート・ユランは今日もデンマークのエベルトフトに存在している。ありがとうございます。